Hi everybody, today we are with Naoyuki Komatsu, who is the man behind Ortis Bags, and in my opinion, one of the best bespoke bag makers in the world. You know, it's always a pleasure for us at the Armory selling Komatsu-san's bags because they're so good, right? Like, it's never like, oh, it's this with a caveat, right? We can very easily say, oh, this is a superlative piece of work. And, you know, Komatsu-san, I haven't seen you in 2.5 years, so thank you very much for having us at your atelier today. Can you tell us a little bit about your history, like how you got into this? 専門学校、ファッションの専門学校を出て、それからアパレルメーカー1年勤めて、で、それ時にもうどうしてもカバン職人になりたいという気持ちになって、で、まず素材から惹かれていったので僕は、で、まず革のなめし工場で革の勉強をしながら、で、その時にちょうど自分のカバン作りのお師匠さんに会って、で、そこのカバン教室に通いながら、その革のなめし工場で勤務してたという感じですね。で、その後に、あ、もう一回。うん、どうぞ。はい。で、その時、それでやってて、まあ、そんだけ、まあ、カバン好きで、なんか情熱持ってやってるんだったら、うちの工房に来ないかってお師匠に言われて、で、それから藤井カバン店というところで8年間勤務して、それから独立という感じになりますね。The apparel brand was...伊勢三宅 wasn't it? Ah, so, one year. One year. And you, because we've had this conversation before, like, why did you leave 伊勢三宅 to move into leather goods? やっぱりどうしても大きいメーカーになると分業制になるので、自分はやっぱり最初から最後まで自分の手で作り上げたいんだなっていうのを確信して、それでやっぱり自分で一点物で、その時にやっぱり革の素材に惹かれてたので、その革の素材を用いて一点物自分でどうしてもなんか作りたいというのを考えて、それで転職したという感じですね。Does the longevity of leather goods attract you to the work? 惹かれる。そうですね。はい。やっぱり長い年月経って、昔の古いカバンとかを見て、こういうものが今残ってるんだって、僕も自分で作ってこういうものを残したいっていうのがやっぱりある。So, can you tell us a bit about your work at Ortis right now? Like, you have this collection of bags that you've built up over many years. How did you come up with all of these designs? お客様にこういうバッグが欲しいっていうのが多分一番の最初の。はい、で、それで僕なりにどういうものがいいかなっていう感じでいろいろ考えて、で、それをどんどん形に起こしてって、で、今もそうなんですけど、アップデートしてるっていう感じですね。だからここにあるサンプルのものよりも、今注文いただいてお客様に渡してるバッグっていうのはちょっと性質も違って、自分なりにはクオリティアップしてるっていう思ってる感じ。 And is it more of a male clientele or a female clientele? 男性ですね。male clientele 9割ぐらいが男性だと思います。はい。Do you have like a favorite design of the bags? 一番お好きなお気に入りのデザインありますか？まあ、みんなそれぞれ思い入れがあるのであれですけど、個人的にはこの辺とか、最近やっぱり注文数も多い。これとか、他にあまり見ないからって、注文いただくことも。なかなかその辺ってシンプルな、そのクラシックなバッグで出すのってすごく難しいんですよね。で、これも、まあ、どこまでそれね、バランス取れてるか自分なりにはちょっとよくわからないけれども、自分なりには結構、このバッグはそうだ、うちのオリジナルだっていう感じが出せるので気に入ってるっていう感じですかね。Interesting. What are those elements actually specifically? 全体的に僕が大事にしてるのは、その革の素材を生かした膨らみ。やっぱりそうですね。膨らみ、こういう表面も真っ平らじゃなくて少しこうやっぱりカーブして、そういうのがいろいろパーツが、全てのパーツが積み重なって、やっぱ全体的のその膨らんだ綺麗な流れるラインとかが出てると思うので、そういう感じかな。カーブ、膨らみを大事にしてる。That's interesting actually. Because I've never heard Komatsu-san like boil down like the Ortis kind of design philosophy.
And hand stitching. How important is the hand stitching to you? 僕の中ではみんな手縫いのポイントがすごい高いと思われるんですけど、僕の中では縫うのはそこまで重要ではない。うん、まあクオリティの高いトップクオリティに持ってきたいということで全部フルハンドでやってますけど、自分の中ではそれよりも革のその経年変化どうなっていくかで、それを見越して芯材とかを作っていく方の方が、質感出しの方が重要という感じですね。Interesting. だすっごい汚い手縫いとかなんかよりも綺麗なミシンとかの方が全然僕は惹かれるという感じですよね。はい。Yeah. Would you ever consider machine stitching more of your bags to save time? あ、それはないですね。はい。やっぱりこのやっぱり雰囲気と耐久性はやっぱりちょっと手縫いの方がやっぱりいいので。はい。Can you elaborate a little bit on that? Because I'm curious why the hand stitch bag is actually a bit more durable than the machine stitch bag. 例えばこう一箇所とかこうステッチが切れてもミシンの場合はそこからほつれていっちゃうんですけど、そういうこともない。はい。であとこう締める力がやっぱミシンよりは手縫いの方が全然強いので、この革にめり込んでいくその緊張感っていうんですかね、それがやっぱり雰囲気に現れて綺麗。はい。あとはこういう手縫いでしか縫えない独特な縫い方とかもいろいろあるんですよね。でそういうのはやっぱり活かして、はい、やっぱ手縫いでしかできないデザインを全体的ななんかやりすぎないぐらいにちょっとこういうところに入れたりとかして、うん、そういうのを利用してるっていう感じですかね。See. Can we talk a little bit about the leather that you use? Like where, what sort of leathers do you use? Where do you get them from?大体うちで使ってるのはヨーロッパの革が多いですね。やっぱりクオリティ美しいクオリティがやっぱり歴史ですかね、うん、美しい革が多い、はい、Is there any, do you ever use Japanese leather? 日本でもいいと思うのがやっぱり使いたいなっていうのはあれば使いたいんですけど、うちではピックスキンとかそのぐらいで、基本的には日本の革はやっぱ少ないですね。あ、ピックスキン、豚革、はい。うん。And do you use a lot of exotic leathers, like lizard, like alligator? 使います。もう使いますね。はい。それはやっぱり半製品、軽くなめした状態で日本に入ってきて、それから加工を日本でやってっていうや革をうちは使ってるっていう感じですね。And what about synthetic leathers? Like, does Komatsu-san use any synthetic leathers? Is this something he's looking into? 合成革みたいな。は使わないです。はい。やっぱり経年変化、やっぱり劣化して結構ひどい状態になってるのを結構多く見てきてるので、そういうものをやっぱりちょっと避けたいな、まあ、今はちょっとすごくいいものができて、うん、ると思うんですけれども、ちょっとやっぱり信用できない、はい、ただ裁断がしやすかったり、こう軽量化はやっぱりすごくできるので、うちも芯材とか中につける芯材とかは本当に、例えばご高齢であって、例えばすごいどうしても軽くなきゃいけないとかっていうバッグにはそういう合成芯とかを一部使ったりとかはしてます、はい、Really basic question. How long does it take to make one of your bags? Like that bag for instance. 大体うちは一月三つとか、普通のメーカーさんに言ったらもう笑われるぐらいの生産量しかできない。 Do you work quite long days or does it kind of vary? ちまちですけど、大体から10時間ぐらいとかなんですかね今は、うん、スクールもあるのでちょっとあまりその部分作業に使えなかったりとかするときはありますよね。 It's interesting because, you know, recently at the Armory we've been working a lot with watch brands and、for some watchmakers like it's hard to focus for 10 hours like they would really struggle、does he ever get that issue when it comes to leather goods? うちらもそう集中は途切れる、やっぱり2時間おきに休憩取って、やっぱりその集中度合いが違うんですよね、作業いろいろあって、だから結構比較的楽というか、ただ手を動かすのに そんなにあの緊張しなくて作れるところもあるし、本当にもうのめり込んで集中しなきゃいけない点があるから、そういうところで、まあ、休憩とバランスを取ってやってるっていう感じですね。Like when you're working what sort of environment do you like?やっぱり広いところよりやっぱりある程度コンパクトなところが
ぱりか結構落ち着いて作業できるので今の状態っていうのはやっぱり結構気に入ってる、うん、Yeah, it really suits you. I like it. Because it also has the windows behind too, which look really good.、Mm-hmm. Oh, nice. What is the wait list for a Ortis bag right now? 日本でここでは30ヶ月、はい、いただいてますね。You do a lot of bespoke work as well. Like the collection is just a starting point, and then you kind of can take existing designs and do a lot of different modifications to it, or you can even start from scratch. Is that right? とてもやっぱりこのサンプルをベースにして作られる方の方が多いんですよね、うちでは。はい、だいたいでも7割がそのうちにあるこのベースを使ってそれをいろいろ変化して作りたいという方が多くて、あと残り3割はビスポーク、仮縫いをしてそれで進めていくという形をとってますね。 So how do you get the like where does the hardware come from? 金具ですよね。金具はどこから？自分で板からもう作っていっちゃうタイプと、あとはイギリスからちょっと気に入ったお気に入りのそういう金具メーカーから仕入れてそれを改造して使ってますね。 Yeah, like he refinishes a lot. Like Komatsu-san, you refinish a lot of the hardware too yourself, don't you? Are there any really unusual bags you're working on right now? Or in your career, what are some unusual bags you've worked on? 変わったバッグ、結構なんかいろいろすぐが作ったのも忘れちゃうんですけどね。あ、今作ってるものしかほとんど頭にないので、どうなんだろうな、どうなんだろうな。なんかすごいなっていうのあったかな。I liked this. This was cool. It's not that unusual, but I love it. You know, this was for Yamashita-san, right? No. 違う人のカメラバッグ。マークさんが作ったやつってカメラバッグ。あ、there it is. There.これね。Yeah. So we made a really complicated briefcase that could hold a camera and lenses. And actually ended up being really popular. So I sold the one that he made for me. And then we even made another one for another client as well. 今も注文入ってる。You're also working on a Monopoly case for one of our customers right now, right?That's probably one of the weirder ones you've done. 楽しみ。So we had a client who loves Monopoly, and we are making him like a custom Monopoly briefcase with silver hardware and with a foldable game board. And it'll take a while, but it should be pretty exciting when it comes out. Is there any bag that you haven't made yet that you want to make?今はもう注文のバッグのことで手一杯になっちゃってるから、でも新しく自分なりに新しいまたサンプルちょっと時間ができたら作りたいなっていうのをずっと考えて、はい、Yeah, that's always the dilemma for craftsmen, right? It's like craftsmen never actually have time to make their own stuff. Do you have your briefcase here? あ、持ってます、はい。Can we see it? はい、はい、自分で、はい。 This was like...When did you make this? これボックスカーフ。はい。いつ作られました？修行時代だから10もっとか。20年近く前になるのかな。はい。Wow. The silver aged so nicely too. Is it just me or is like the gauge of the stitching a little bit heavier than what he does now too? あ、白い。今もっと細かいですね。Looks really beautiful though. 結構いろいろ失敗点があって自分で使ってるっていう感じ。I mean, it's true, like what Komatsu-san says about, you know, leather goods, well made, really hold up in a different way, and they really become more beautiful over time. We always close these interviews with a question for the interviewee, which is there some kind of life lesson or life habit that is really important to you that you could share with us? やっぱり師匠からもう絶対こうできる限りのことをもうやって絶対手を抜くなっていうのは言われてるので、そういうは絶対守っていきたい。That's wonderful. Komatsu-san, thank you so much for your time today. Thank you for making these beautiful bags. As always, I love mine. Mine is over there in the background. We used it as part of staging. And
we hope to have you again on the channel. Thanks for joining us. Thank you so much. Thanks for watching.